はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もメトロイドやっていきましょう。サイバーライフ、ドルート試験、プロトタイプのアップロード展開ですね、やったと。まあ、これ多分コナーのこと言ってるんだろうな。めっちゃリズム刻んでる黒人ちゃんがいる。まあマーカスもね、どちらかというとあっちのタイプだ。 AP700 全然型が違うね、パオルね。どういうこと？まあこの際気にしないで、はい、やっていきましょう。ということで、死の淵のパートをですね、まあ何度でも蘇ってくるマーカスなんですが、ジェリコに行けって言われたんでね、多分そのジェリコに行こうとですね、パートに。うい、そうだね、俺たちがジェリコに行くんだ。ジェリコを探せ、ジェリコ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 。え、はい、なんで今シフト出てきた？シンボル、はい、OK。これがどこにあるかなんですが、これはね、結構ね、もうね、見たから、あれは確か本だよ、ね。これだね。まずは1個目けど、何を直したかって。違う。あ、ちょっと待って。グラフィティを変え、あれちょっと待ってね。あのね、ちょうどね、録画のマークが出てきてるから、すごいね、見えないんだよね。ああ、そういうことか。RT だったんだね。あれ、ちょっとこれじゃないな。これだよね。で、分析完了。手がかり更新。続きまして、NEXT。このグラフィティを見つけてください。はーい。グラフィティ、グラフィティ。ポルノグラフィティ。くだらない。そんなんはどうでもよくって、ここじゃないんだな。これはだって、これ読んだよね、多分ね。ああ、カーラが逃げてるやつだ。ちょっと違うのかな？カーラが逃げたやつって。そうだよね。うん。いや、一緒か。同じだね。はい、じゃあ次行きましょう。担当捜査官は、コメントを控えているということですか。まあ、逃がしといてね、そりゃ、やるっていうのもなかなかね。アンドロイドボーイズ。アンドロイドのボーイズが、あれ違うの？人間に紛れ込む。ああ、アンドロイドオンリーのところ行こうとしたからか。それ人間の方行かないとね。うわ、めっちゃ疑いの目で見てくる。アンドロイドの階段を使えって、なんかちょっと生産性がなんかね、どうなんだろうね。時間かかるしね。じゃあこっちは M って書いてあるってことは、マン、あれマン、ヒューマンじゃなくて。まあいいや。で、調べるのは OK だとして、こっちの方特に何かあるわけじゃないね。じゃあ行きましょう。ヨーヨー。 Do you know where Jericho is? ジェリコはどこにあるんだ？何の話してるかわかんないわよ。もっと上手にナンパしなさい、あんた。出直してきんな。って言ってるかどうかわかんないけど、まあそれっぽいことをね、あれだったね。まずこっちと、OK。で、こっち、マーク。続きまして、星がいっぱいあるのかね。黄色、赤、紫。黄色、赤、紫。あ、あったあったあった。え、違う、あれじゃない、あれじゃない。ああ、そうだね。黄色、赤、紫。そうだね。ここでなんか、いろいろと、こう、できることとかはないかな。めっちゃ工事してるけど。ないね。こっちとかも特になさげだから。じゃあ行きましょう。アルミニウムリーブス。あ、ごめんなさいね。まあ、ここで人とね、衝突をしたところで何得もないしね。うん。じゃあ、ここだね。だよね。あった。まず一つ。で、二つ目が、あった。二つ目。はい。手がかり更新。OK。で、続いて、ロボットがあるフェンスの、あれだね。フェンスがあるからロボットかと思いきや、これ確か一周目の時も、なんかどこを進んでいくかわかんないんで、あ、おまわりさんここで、こいつで、あったあったあった、これだね。あれシンボルが3つ、あれシンボル3つ、あ、2つ見っけ。で、3つ目あそこの奥にあるね。誰も見てない、バレてないバレてない、今のうち今のうち、よし、行こう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 。でもね、入ってもスケスケやからな、意味ないと思うよね。はい、じゃあどかしてと、ほい、
で最後分析しましょう。ここだよね。あーい、なんで反応してくるんだよ。何のフェイクで、なんか黒人歌手っぽい感じのもう速攻で見つけました。他なんか調べるとこある？なさげだね。廃車がいっぱいある。どれか一個使えるのなかったりするのかね。で、一つ、それから2つ目もない、1つしかない。じゃあ上に登る方法を探す。はい、上に登る方法を探す。これだね。引っ張る。急に始まるゼルダの手です。始まるかっこいいパルクール。で、2つ目、あ、ちょっと、はい、2つ目、ミッケーで、3つ目が、あれ？あ、あった。3つ目、OK。じゃ、手がかり更新。すごい淡々と進めてるけどな。特に、だってなんか、なかったもんね。さて、ここを飛び越えるためにはどうするべきか。方法は2つに1つ。落ちるか、諦めるか。いやー、そんな選択肢ないわい。落ちとん。計算。うい、かっこいい、パルクール。オッケー。じゃあ、実行。トゥトゥ。完全にパルクールだよね。壁に張り付くってどうやったらいいんだろうな。本当に。ねえ。なんか、最近YouTube じゃねえや。Facebook とかで、そのショートムービー集みたいなのがこう結構あったりとかして、なんか2分とか3分くらいで、ゾンビの大群に追いかけられながら逃げて、で、かつそれをパルクールで逃げていくみたいなね、があったりするんだけど、あんなん見てたらね、まあ、あんな、それを追いかけてくるゾンビ役の人たちもすごいなって思うけど、あんなん実際にできてたらね、本当に、なんか、うん、どこでも、なんか、走っていけそうみたいな感じがするけど。あれ？二つ見つけたけど、もう一個は、どこや？あれ？二つ見つけて、三つ目どこ行ってのよ。これじゃないしね。あれ？三つ目どこよ、三つ目小僧。三つ目出してごら、あった。なるほどね。で、今度は室内に入っていくと。はい。さあ、どうやってあそこまで行くか。予測しましょう。ジュイーン。こっちで走っていく。ぴょんぴょん。さあ、続きどこへ行く。このまま直接行ったら、あれだから、走る。オッケー。筋力量は半端ないぜ。こっち、ぴょん。いけたね。計算すると、登って、たどり着ける。そしたら、あとはもう、簡単さ。実行するだけ。人は、一つのことをなす。まず、それを知ることが大事。そして、知って、覚えることだ。何をやりたいのかっていうことを知って、それをやるんだっていうふうに覚え込んでいくと。じゃあそのためにどう実行していくかっていうのを考えるっていうのが、まあ、多くの人たちがね、やりがちなところなんだけど、そうじゃない。まず考える。じゃないんだ。そう。まずやってみる。そう。やってみて、そう。やってみた上で、うまくいった。じゃあ成功要因を考える。失敗した。じゃあ失敗要因を考えると。そういう感じですね。だから多くの人は考えてみますとか勉強してみますみたいなことを言うんだけど、それもすごく大事なことなんです。全く何もしない。でも、それをやる前に、
っとやることあるんでしょ、体を動かすと効果大事だよっていうのを、まあね、ガクトさんが言った僕じゃない、ね、知る、覚える、考える、行動するっていうのが通常の人の動きらしいけど、まあガクトさんの場合は知る、覚える、ここまで一緒で、行動して考えるっていうやり方で、まあ、生きてきたんです。そうですね、まあ、ガクトの勝ち方に変えてなんか話やね、かっこいいよね。これにウロボロスが大量に乗ってるんだよ。そう。で、もう間もなく2万フィートの上から、ウロボロスが世界中に解き放たれる。そうすれば人類の進化はもう止められん。っていうオチになると。そう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 。じゃあ、ロボって言うんだけど、まあ人間そううまくはいきませんからな、人生ね。うん。ということで、諦めて帰ろっていうのは全部嘘、全部嘘。ぴょん、かっこいいな、普通にこうやって登れるんだもんね。さてさて、じゃあ登っていきましょう。あ、ちなみに皆さんね、ご注意ください。 これジェリコの中に入ったら、これジェリコって船のことなんだけど、船の中に入ったらちょっとホラーパートになっているんでね、気をつけてください。あまりにも怖すぎてね、ちょっとね、わーって叫ぶシーンがまたあるかもしれないんですけどね、僕は1周目の時に叫びました。怖すぎた。そう。まあ、ウロボロスをね、積んでる船だからね、まあ、どんな BOW が潜んでるかって言ったから、そう、別のゲーム。まあまあ、それはいいんだけど、まあ、初めて見た時はね、その、バンジョとカズイの大冒険に出てくるサビサビ港の船だと思ったんだけどね。ということで、皆さん、準備はよろしいですか？高飛び込みの時間です。さあ、最高得点を出すために、今、シンプルに飛び降ります。これが意外と着地するのが難しいからね。はい。で、これで、まあ、何点がそのマックスの得点か分かんないけど、とりあえず、銀メダルです。銀、あれですね。さあ、なんか、ほんと、ゴーストシップ。っていう感じがするよね。悪魔がね、あれですわ、船に魂を積みまくってね、満杯になれば魂を、まあ、地獄に持っていくという、そういう、あ、こっちじゃなかった、チュンチュン、チュンチュンじゃないな、チューチューやな、ネズミがおるな、調べる、拾う、あー、そうか、これがなかったずっと暗いままだったもんね。振ったらつくという便利システム。さあ、こっからホラーだよ、怖いよ、何が出てくるか分かんないよ、調べてみるよ、硬すぎて動かないよ。ところでジェリコって一体どういう意味？まあね、普通になんだっけ、船の名前なんだろうけどね、ジェリコに行け、ジェリコに行けってね、いろんな人がね、あ、見る、押す、どれ、誰かいるかい、おい、ジミー、またお前朝まで飲んでたのかよ、船酔いするくせに朝まで酒の、あ、誰もいない、誰もいなかったね、残念、と思ったら RA9 だ、 RA、 ああ RA9 か。さて、続いて、こっち。うぃー、やっぱ2回目でも、どこから出てくるかっていうのがあんまりよく分かってないから、ちょっと、ビビったね。かがむ。うっつ、次にす、おい、おい、最初に落ちといてくれよ。そしたらかがまなくてさ、上またいでいけたのに、Yo, baby! って。さてさて。ここは開けれるか、あ、いたね。じゃあごめんよ、邪魔するでいい。さて、何があるか。わあ、なんかボス戦になりそうな場所ねえ。なんだ、おい、次逃げろ。こういう時だけアクション出てこないけど、背中をね、痛い、
立ち上がれ立ち上がれとか、なんかマーカスこういうシーンが多すぎる気がする。仕方ないよね。うわ、ここはどこだ。いっぱいさまよってる人たちがいる。誰を。Welcome to Jericho. ジェリコへようこそ。違うな、ジェリコへようこそかな。あ、なんかくそ、解放できなかった。残念。ジェリコに身を隠す仲間を見つけた。しまった、何かまた逃したね。一個だけかーと。なんだろう、なんだったんだろうね。アンドロイドが逃亡を読む、アンドロイド宇宙飛行士を読む、あと何か読むものがあったってことなのかな。しまった、まあどっかでやろうと思います。ということで、ファーンデール駅到着からジェリコ到達までをやってまいりました。ということでね、まあ、サクッといったパートだったんですけれども、お楽しみいただけたでしょうか。ということで、また次回お会いいたしましょう。バイバイ。